沈没なんとか勘弁してよチェックあろう嫌だよ廃墟になってしまった祖母の家 DIY 素人の兄弟で再生廃墟復興を目指してめっちゃ来るから明るいかっこいいな、これ。かっこいいか。赤と青。いいね。いいね。ネズミがまた出てきた。ちょっとこれマジで不安だな、分かれてるかなっていうか、自分のライトにもね、すげえ誇りが立てるんだよ、これ新品の使える使える、ただ電源とか使えるじゃん、ね、これも使えるじゃん、一風堂、本当はキャンプで元気ラーメンラーメンなんだよなせんぶりちゃんめっちゃ苦いやつじゃないせんぶりってそうなのなんか聞かんせんぶりちゃんせんぶりちゃんってあ、チョコおチョコほんとなんか細くりでも出てくるほんとだねこれは何これ何メガルが出てきた鍵がある日産車の鍵だ運転できるもう怖いだろはいはいはい沈没なんとかカンタラニアだってほらお守りこれもそうだ見て馬が入ってるそんなお金が1,2,3,4,5,6,7,80円めちゃくちゃ探してるけどね。あ、これもおチョコ。はい、10個入ってる。うわ、なんか出てきたね。これもあっちゃうのもったいないんだよ。どうなんだろうね、素人だからわからん、うん、だからこいつちゃんと入れ物があるぐらいだね
使ったもんな。使えるか見てみて。新品っぽいと。ねえ、まだ使った気がしてないけど。お、使える。プラスチックだ、でもこれは。あれだ、多分そうめんだ。あー大根はね、なんだろ、包丁セット。なにかすげえ。これ、いいじゃん、廃墟の。あ、いいわ、包丁だ。ちょうどいい包丁セット。あのピーラーと線抜きにもなる。ちっちゃくて使いやすそうじゃん。これ使えるじゃん。意外に使えるな。ねえ、これちょっと取って。おお、いいもんだ。意外とな、上のお土産品みたいなやつはいいな。ねえ、ビール的だったんじゃない。だってなんかビールのラジオみたいなのあったじゃん。あ、なんかあったね、そういうのビール型の。なんだろうね、なんだろうね。昔の鍋なんだろうね。やばい、薬じゃない。もうこれは見てなんか色が漢方だって。これ何、これは腹、肩こりとか手のしびれ、冷え、下焼け。あ、これもそうだ。ちょっと一つで飲んでみて。体が縮んでしまうかもしれない。来ない自分はいいかもしれない。そうですね。しかもほぼ新品じゃん、全部。使ってないの。何だ、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 キノコ。キノコっぽいかな。なんだろう。いやでも、キクラゲみたいな、そういう感じだよ。
だいぶ次に当たるな。死んだろ。芸術家でそう。また立てか。大量のお茶。
もう小豆だ、小豆だ、なんか超昔のなんか弁当箱じゃん。すごいわ。こっちはないな。すごいなんか昔っぽい。牙。牙。包丁2丁。なんか書いてある。これからの人生というのは。ネズミの仕掛けがあるじゃん。ネズミの仕掛けが。壁ごとぶっ壊れそう。もうすごい。恐ろしい。もう一気をつけたけど。そんな重くないから。反対側持った方がいいんじゃない？突き刺さると、ブサッとだね。これどうする？これ、この向こうへ行く。簡単に切れる。うん。いやー、すげえな。さあ、いよいよこれを。大丈夫、多分空っぽいよ。上から見たけど、何でもなかった。よく上から見たから。よくそんな確かめる勇気が。あ、本当に。よかったー。マジでよかったー。あ、よし。ほんとよかった。よかった。なんかタコツボじゃないけど、なんかこんなさ、小さい温泉みたいなのあるじゃん。はい、上田温泉、はい。小さすぎるか。でもあれだな、雨水溜めとくように。あ、確かに。めっちゃいいじゃん、溜まるじゃん。置いとけ。それだけだと横に。それか、なんかもう、
ちょっとおしゃれな、なんかメダカとか飼うあれみたい。あーやーね、あー確かに、それ使えるな。あれに持ってるとボロボロも、コンビニで98円だ。安っ。カルビー、ギリケンが58円。サバンコチ。昔のパンだから、それは。うん。このパンが全部買うんだよ。使った。柱ももうスカスカで何も機能してねえ。まあ取れるやつは手で取った方がホコリも飛ばんでいい。ライトの時がもう、ライトがなかったんで気づかんかった。だから気づかなかったのか。終わりよ。もう、そう、手で上げ、手で上げれば、こう、ホコリが全部落ちてくるから。やべえ。壁ごと落ちそうな、あれだ。もうなんかもう壁が壊れそうだよね。
本当金がこれからも一緒になってる。やばい。何で土壁本当持ってる。壁がいつ動かしても動かすか。やばい。でもこの細い柱になんかもういろいろ打つからなんかもう割れてるじゃん、めちゃくちゃ。すごい、もう水が。なんかもうタケノコが嫌いになってきた。食べたくなくなってきた。家でだけでムカつく。食べるだけでムカつく。ムカつく。どうなってんの？これやばいな。やばい。なんじゃこりゃ。食べめり込んで。うん。やばい、なんかもう外が見えてる。バタ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 。この株と融合させとこう。そこに柱になってるタケノコがある。すげえ、ほんとだ。確か柱になってる。なんか潰れとる。あと奥に。完熟バナナ10円だって。10円？ 100g 10円。安っ。あとさっきはどう？高いこれ。だけ、いや1尾で2900円ってくそ安いな。マジ？あれだ、ほらうなぎも300円、一串300円。マグロの刺身150円、 100g。 こんななんか怖い家の人形がモデルっていう、昔普通の、え？これ人形だよね、マネキンのまま。マネキン、マネキンに着てたん。食欲が1週間くらいなくて。瓶、ちょっとあの奥の瓶になる。チェックして。勘弁してよ。チェックあの。嫌だよ。うっせぇ、俺マジ無理。ねえ、マジで無理だって。油も新品。ほんとじゃん。あああ、でも賞味期限19年11月やばい、うわ、もう吐き気してきた、本当に。そうだね、外に持ってたんと腐った。梅じゃん、梅。まだね、いいよ、まだ梅なだけ。もう何これ、本当にさ。もう無理だって、本当に。早く持ってるよ。いや、あ、待って、マシだ。見て、ちゃんと梅っぽいなんか見える。まだマシだ。いや、マシマシ。これは大丈夫。あめっちゃマシ。うわ、気持ち悪い。もうこれな。梅ってでも、つけとじゃ賞味期限ないっすよ。じゃあ、食ってみろ。やだやだやだ。梅自体、嫌いだもん。くっせー。
臭い？臭くない？そう思ってた。やだ。やだ。うん、うん、うわーすげえ、ほんとだ、なんか焼くときにいいのを見せるというか、ピンクだ。取りまみれる口やったね。ほこりとの箱を取りしてあげたいな。ねえ、ねえ、はい。